MLB、ドジャース10、0メッツ、4月21日、日本時間22日、ロサンゼルス。ドジャース・大谷翔平投手が2番 DH で先発出場。この日2打席目となった3回裏、松井秀喜氏を上回る日本人メジャー最多の176号を放った。メジャー7年目で日本人選手最多記録の松井を上回った大谷。ここで 2人の記録について比較してみよう。日本での本塁打数、松井秀喜、332本、10シーズン1シーズン平均33.2本。大谷翔平、48本、5シーズン1シーズン平均9.6本。メジャーでの本塁打数、大谷は2023年まで。松井秀喜、175本、10シーズン1シーズン平均17.5本。 大谷翔平、171本、6シーズン1シーズン平均28.5本。日本での1本塁打当たりの量産ベース、松井秀喜、3.81試合、16.58打席。大谷翔平、8.39試合、24.37打席。メジャーでの1本塁打当たりの量産ベース、大谷は2023年まで。松井秀樹試合 28.89打席大谷翔平、4.09試合、16.78打席。松井は日本時代、シーズン平均33本を放っていたが、メジャーでは約半分に落ちた。3回もホームランキングとなったが、メジャーのキャリアハイは31本。ホームラン王にはなれなかった。対して大谷はメジャーでホームランを日本時代の約3倍も放っている。 シーズン最多本数も22本から46本と倍増。投手レベルが日本の何倍も高いメジャーで3倍。しかも投手との二刀流、まさに化け物だ。